UH-72 ラコタ UH-72 アンペアラコタ UH-72 ラコタは、ユーロコプター EC-145 の軍用基盤であり、伊豆の子会社であるアメリカンユーロコプターで生産され2006年からアメリカ陸軍で運用されている軽量多目的ヘリコプターである。欧州製ヘリコプターとしてはアメリカ陸軍で大規模に採用された初の機種となった。ラコタの愛称はアメリカ先住民の数族の別称に由来する。アメリカ陸軍は LHX 計画を1980年代初頭に開始し、2種類のヘリコプター導入を検討した。一つは、軽量多目的機で強襲、近接航空支援、輸送での使用が想定された。もう一方は、軽量で哨戒、攻撃用として、R-64 アパッチが開発された。軽量多目的機の概念は、計画から外され、攻撃、偵察に主眼が置かれたR-66 が開発された。2004年、R-66 計画が中止され、補完する計画が持ち上がった。計画には、武装偵察ヘリコプター、軽量多目的ヘリコプター、次世代貨物航空機が計画された。いずれも生産中の民間機を陸軍仕様に改良する計画であった。次世代貨物航空機は、統合貨物輸送機計画に改名され、C-27J を採用。武装偵察ヘリコプターには R-70 が選定候補に上がったが採用されなかった。ら計画は2004年初頭に立案された。未だ多数が残っている UH-1H、V や O-58A、C の代替として322機が警備、輸送、医療などに使用される予定である。候補にはベル412、MD エクスプローラー、アグスタウエストランドオータムウィンター139、EADS North Americaの販売する、ユーロコプター EC-145 の派生型である、UH-145 を含む5機種が上がった。最終的にユーロコプター EC-145 を選定し、2006年6月30日に、EADSとの契約が成立した。同年に、アメリカ国防総省は、UH-72 ラコタと命名した。2007年に生産が始まり、アメリカ陸軍では345機の取得が予定されたが、2009年の時点で発注した UH-72A は128機である。アメリカ陸軍は、その後、TH-67 クリークの後継となる練習ヘリコプターとしても運用することを決めている。さらに、O-58D の後継機トライアル、提出仕様である武装偵察型R-72X も計画されていた。エアバスヘリコプターズは2017年10月9日、アメリカ陸軍に400機目の UH-72 アンペアラコタを納入したと発表した。原型の EC-145 とは別に輸出も行われており、対応国陸軍が採用している。UH-72 の元となった EC-145 は、ユーロコプターと日本の川崎重工の共同開発機体であるため、UH-72 の一部のコンポーネントは日本製である。出典、諸元性能。ありがとうございます。